よいしょー、アイデンティティの三浦明彦です。よろしくどうぞ。今回ももちろんこの方です。んざん、おっす、俺のザンラサク。はいよー、偽物ですけど本日もよろしくどうぞ。おわ、なんすか今日。今日はよ、ちょっとあるチャレンジをやってみようかなと思ってよ。チャレンジ、おわ、な後ろになんかありますか。まあとりあえず今日そのチャレンジを手伝ってくれる仲間を呼んでっから。ほう、おい来てくれ。仲間、勘違いするな。おっと、うん、貴様の仲間になったわけじゃない。おい、ベジータさん、おめえ結構な頻度で来てくれてんじゃねえか。確かに。何の用だ。あのよ、今日はよ、はい、ちょっとしたチャレンジ企画でよ。何？三浦の、はい、母ちゃんがいるんだよ。ババアか。ババアつんじゃねえよ、違う。あるよ、ヒデコっちゅうんだけど。ヒデコって名前だ。何注意かい、花火みたいに言うんじゃねえよ。で、その北根ヒデコの、うん、誰が言ってんの。誰が来たね、ヒデコだ。綺麗だ。まあ、ヒデコの、はい、そのにヒデコっつうなよ。今、突然な、電話かけて。何？え？はい。電話をかけてみて。は？で、今ここに書いたこのカメハメハベジータよいしょ。この3つの単語をヒデコから引き出せるかっちゅう。いや、そういうこと？なるほど。俺たちが言っちゃダメなんだ。そうそうそう、俺たちはこれを言わずに誘導して、ヒデコからこの単語を引き出せるかっちゅう。ちょっといや、なかなか難しい。多分カメハメハも知ってるかどうか分かんないよ。本当かよ、俺が喋りゃすぐ分かるだろう。そう、いや、ベジータさんね、ちょっとね、いや、分かんねえ。三浦系はね、ちょっと知名度低いんですよね。あ、息子からすると、はい、よいしょ、分かるさ。よいしょも分からんかもしれんよ。分かんねえの。もしかしたら息子のもう一世一代のギャグを。いやいや、ギャグというかね、まあ、僕のパンチラインなんですけど。普通に言わせりゃいいんだよ、別に。まあまあ、そうっすね。じゃあ、まあ、とりあえず、じゃあ今電話かけてもらえ。かける？で、マジで出るかどうかね、まず。まずね、一応じゃあ、今ここに自分の、この3つだな。ここに住んでる。まあ、広島ですね。ほぉ、さあ、あ、聞こえるかな。さあ、通行ある。出ないか。ただいま電話に出ることはできません。なんで？そのままお待ちになるか、いいな、しばらく経ってからおかけ直しください。どうぞ。いいよ、ヒデコじゃねえよ。ガイダンスだわ。そのままお待ちになるか、ちょっと待って俺だ、ね、俺ただいま電話に出ることはできません。ヒデコ、ヒデコ、ヒデコ、いや、ヒデコじゃねえんだよ。ヒデコじゃねえんだよ。ちょっと待ってね、もう一回かけてみるね。いや、アポなしだからね。もしもし、ああ、出た出た。あ、母さん、はい、あ、母さん、はい、あ、今大丈夫？あ、大丈夫よ。あのね、ちょっとうちの相方の野沢さんがね、ちょっと久しぶりに母さんの喋りたいらしいのよ。ああ、おう、ちょ、聞こえるかな、声。あ、聞こえるよ。おっす、おっす。久しぶりだな。元気かい。三浦の結婚式入れたな。おう、久しぶり。元気してたか。元気元気。おお、よかった、ことは元気。そうだったか、ちゃんと修行してっか。何の修行だよ。修行、してないよ。いや、だろうね。人生にな。そうだよね。おお、うん、おお、じゃあ、あと一人喋りてえやつがいる。なんかもう一人ね、サイヤ人が、おお、母さんと喋りたいらしいの。サイヤ人わかる？サイヤ人って、白い部分？白い部分。今、白は入ってるのかな。エアコン直してもらった人。あー、エアコン直してもらった人、あれ、フリーザさんですね。あー、フリーザさん、はい、ベジータさんじゃったらグリーのね。お、なんて今ベジータさん。おベジータ知ってた。あ、グリーンの、グリーンの、いや、グリーンじゃない、ピッコロだね。まだ喋ってね。喋らせろ。あ、聞こえた今声。え？声聞こえた？俺だ。誰かわからん。誰かわからん。俺様だ。この声わかる？この声。わからんわいね。修行してないけん。修行してないけんわからん。ゴミね。いや、ゴミじゃねえよ。血が悪いな。あ、でも、ベジータっていうワードをね、ベジータは知ってたんだね。ベジタブルのベジータかな思って。うん？ベジタブルのベジータかな思って。あ、ベジタブルのベジータ。はっきり喋れ。いやいや、わかりにくいから。どうだったら貴様を吹き飛ばしてやるで。ギャリッコー。
めて、母さん、避けて。え？避けて。え？おい、おい、じゃあ、ギャリック砲に対抗するには？対抗するには？え？ギャリック砲に対抗するには？対抗するには？そっくりなやつ。何が？ギャリック砲にそっくりなやつ。なんなん、知らんよ。いや、なんかそっちも撃った方がいいんじゃねえか。母さんもなんか撃って。わざ撃つ？わざ打ち返し来い、よしこ。いや、ひでこだわ。ひでこ、ひでこ。はい。なんか、なんか打ち返した方がいいんじゃないか。なんか、対抗して、ギャリック砲に。オラの技、オラの技。技わかる？カメハメハ。おぉあー、すごい。そっくりだ。出た、原作通り。よしよしよし。すごいすごい。あ、よく知っとったね、母さん。カメハメハ知っとった。よう使うじゃん。おお、よう使う。そうそうそう。すごいすごい。なるほどな。ちょっとカメハメハ打って疲れたんじゃないか。うん。おお。え？ちょっと一回立って伸びとかした方がいいんじゃないか。ああ、そうだな。なんか立って。あ？今その場で。今座ってんの？座ってるよ。腰が悪いけんね。あ、なるほど。一回立って、な、ちょっと伸びとか。いやいやいや。あったよ。いや、ちょっと待って。ストレートに、うん、三浦の最近の活躍は見てっか？アキヒコの。ああ、活躍か、あれを見ただけよ。エアコン直すところの。エアコンばっかり。ベジータ出てないしね。秋彦がもう生み出したなんか今最高にもう今言ったらもう全員大爆笑起こる。逆にわかんない。ギャグがあるんだけど知ってっか。あ、ほんま？どんなギャグ？どんなギャグ？え、知ってっか？ギャグ？秋彦の息子のね。よいしょ、よいしょ。おー、よくわかる。本当にすげえ。え、母さん、よいしょってなんで知っとったん？あ、よいしょって言うじゃないの。おぉ、ちょっと嬉しいね、知っとったんだね。ラジオ番組聞きよったけ。あ、ラジオね。いろいろ聞いた。よいしょからの？よいしょからの？それわかんねえ。よいしょからの？からの？おぉ、よいしょ。そのまま。いや、惜しむ。さすがにしょいようはわからねえだろ。あ、しょいようよ。いや、わかったんかい。知ってたんかい。YouTube は見てくれとる？え？ YouTube は見てくれとる？ YouTube 最近は見てない。あ、最近見とらん。最近見てない。最近見たの何？最後に見たの何？最後の見たの？うん、最後の見たのはあれだ、野沢さんが、うん、夏樹にお絵描きしたの。ずいぶん前だな。子供にな、はい、なんか絵描かしてやった娘にね、適当な線描かしてたやつ。でもいや、でもすごい。いや、今実はね、母さんからカメハメハとベジータとよいしょっていうワードを引き出せるかっていうちょっとゲームをやってたのよ。そうそう。いや、でも見事言ってくれたから大成功です。はい。じゃあ最後、母さんから野沢さんとベジータさんに何か言いたことある？これからもアキヒコよろしく。まあ、はい、な、息子だからな。はい。もうとりあえず喋ることねえから。急に冷てえな。ベジータさんもね、喜んでたみたいなんで、母さん。おい、ババア。もうババアっつうんじゃねえ。口が悪い。長生きしろよ。おい、優しい。長生きしろよって、ベジータさんが。ありがとう。もう、毒蝮さんだよ、さっき。じゃあ、母ちゃん、元気でな。ありがとうね。ありがとうね。また電話します。じゃあな。アキヒコを大切にしろよ。ママを大切にしろみたいな。あ、はい、いや、ありがとうございました。あっさりだね、意外と。じゃスポボビッチとかにしたから。あ、そうだ。いや、絶対わかるか、そんなもん。で、ドクターウィローとか。劇場版のわかるかだから。そこまでチェックしてねえわ。最悪な、冷蔵庫とか聞こうと思ってたんだけど。ああ、いや、そっちも出ないと思うよ、冷蔵庫のベジータ。いや、そっちの方が、劣化税金の方だろ。
なかなかな、まあまあまあでもねえ、まあとりあえず3つ成功中国で確かに三浦から3万円、うん、結構だ、いや聞いてねえわ、そんなん聞いてなかったから。じゃあ今度は三浦の父ちゃんの、うん、なんだっけ、いや三ツ矢す、三ツ矢すから、じゃああのね、あの今度三ツ矢すから、ああ劇場版の単語からね、うん、分からねえっつうんだろ三浦家を使うな、娘といい、ああ親といい、次も絶対見てくるな、はい。